女子の種目別、今これから段違い平行棒が始まろうとしています。これはソビエト国内のグループですが、個人総合で2位に入りましたアルジャニコワであります。渡辺さん、はい、このアルジャニコワが大変完投しましたね。そうですね、全種目にわたって素晴らしい内容を持った選手ですね、はい、世界選手権モスクワ選抜チームに入ってくることでしょう。もうこの車輪を女子ほとんど入れてますね、車輪からの倒立本当に立派です。トサークルひねりが入りました。フィニッシュです。ベロルシアのアルジャニコワの段違い平行棒でした。種目別ソビエト国内、これが2種目目に入っています。アルジャニコワ、ムヒナ、フィラトワ、ポレバヤ、ユールチェンコ、ザハロワがこの段違い平行棒種目別を争います。もう内容的にはまず申し分ないんですけれども、もっともっとあの離れ技が今出てますのでね、はい、そういうのから比べるとなんか物足りないような感じもするんですよね。そうですか。アルジャニコは 9.60 です。いわゆる上のバーでですね、はい、あのコルブト、コルブトがですねやったように、ね、あれをひねってやるんですね。ひねるんですね、はい、さあムヒナここからですね。持った上のバーを持ちました。思わず拍手です。あ、下のバーに巻きつけて、そしてそこから飛び出しをして後方宙返りするんですね。これは難しい技であります。難度の大変に高い段違い平行棒を見せました。一段と高い拍手がムヒナに送られています。最高級難度 C9.90 が出ました。あ、これまでの最高得点ですね。そうですね、演技構成に全然隙がありませんね。今日の時は演技やってる中入ってってやってましたね。そうでしたね、フィラトワの段違い平行棒です。彼女はあのゼリチェフ使うんですね、はい、前方宙返りから入りました。ここです。これから交差からゼルチェフやるんですね。あ、まあ、あの早くひねってますから、イエーガーに近いって言えば近いんですけれども、はい、あ、フットサークルからの後方の1回ひねりましたね。そうですね、深いひねり寄りです。しかし男子の鉄棒と同じような技がもうどんどん使われてますね。はあ、今のゼルチェフ宙返り、はい、それからイエーガー宙返り、はあ、背面飛び越しですね、はあ、あのトカチェフ飛び越し、マルケロフのようにして出るのもありますし、はい、もうほとんど平行棒に出てきてますね今。そうですね、まあ、彼女もモントリオール あのナショナルチームから18歳になりました。 9.75 と出ました。エレナ・ポレバヤ、ハクロシア共和国の選手です。15歳。この人もソビエトではもちろんベスト10ぐらいに入ってくる選手ですね。そうですね、これですね、これはちょうどマルケロフと同じような、まあ、あの構造の技ですね、はい、トサークル
前方に踏み出してひねりました。あの出の方向が低かったですね。あエレナ・プレバヤの段違い平行棒、ステップは6人の選手で行われています。そうですね、はい、堤防で払う力振り上がりをしながら、一気にあのひねって開脚で飛び越すわけですね。男子 の、 あの鉄棒の技がですねどん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 女子の段違いの方に入ってきてますね。そうですね、もちろんあの男子の名コーチと言われますラストロツキーですね。そうですね、そのラストロツキーの育てていますナタリア・ユールチェンコがこれから演技です。ロシア共和国の今年のスパルタキアード優勝しています。まだ14歳です。ほとんど肘曲げませんね。ああ、本当ですね。あっと。フィニッシュはどうしたんでしょうか。体に行こうと思ってたんですけども、手外されましたね。そうですね、はい。こういうことはよくあるんですよね。はい。あれはまあ折り方としてはちょっと認められないんじゃないでしょうか。すっぽ抜けがありましたからね。今のはデルチョフ宙返りですね。もちろん難度 C のいい技があったんですがフィニッシュまで持ち込むことができませんでしたユールチェンコ。ああ悲しそうですね。まあ、しかしこの人も14歳またまだ可能性を秘めた選手ですね。もうこういう選手がもう本当たくさんいるんでびっくりしますね。9.20 であります。1年半と言いましたけれどもね、はい、1年半待ってほしいって言うんですね。あその間彼女は秘密兵器だとそういうふうに言っていました。そうするとモスクワの後ですかね。そうなんですねきっとね、さてステラ・ザハロワです。今日はこの前の種目跳馬に優勝しています。東京ワールドカップ優勝は彼女にとりましてその後のこの大会につながったんですがちょっと足を痛めましてね、はい、彼女はあの他の選手に比べて私も恵まれた体型してないんですよね、はい、シーズンね今日もその気の強いところで頑張って跳馬を取っています。でしょうね多分。あ無駄なねちょっと動きが入りましたね。あそこはどうしたんでしょう。倒立にでひねるんでしょう、あひねるところでしたか、はい、ステラ・ザハロワの段違い平行棒でした。まあ、そういえばあのウクライナ共和国はこのザハロワと男子ではマクーツがいますね。そうですね、違い平行棒が終わりまして、ここでラフィナとはこのステラ・ザハロワであります。